ひらのしようらもインディーズデビューイムップ初シングルは、滝沢秀明氏の新会社からリリース。こんにちは、読者の皆様。ジャニーズ事務所を退社し、飛べという新たなアーティストプロデュース会社を設立した滝沢秀明氏が手掛けるグループ、イムップの新シングルに関する衝撃的な事実が明らかになりました。タイトル、クルージン。 で8月18日に世界同時配信されたこの楽曲はインディーズレビューであることが判明し業界内外で騒然としています詳細を見ていきましょうインディーズレビューの意外な真実 イムプロを、ジャニーズ事務所の出身者で構成される7人組ボーイズグループであり、そのメンバーは佐藤真、キシ介、鈴木大河、影山拓也、松井荘、横原祐希、椿康し志れという才能ある若者たちです。滝沢秀明氏が設立したトベという新しいアーティストプロデュース会社に移籍し、グループ名をイムプとして再出発しました。 しかし、その新曲、クルージンには一筋の違いがあることが判明しました。メディアやファンの期待に応えて、イムップは世界同時配信で楽曲、クルージンをリリースしました。このリリースは大きな注目を浴び、日本国内ではすぐにツイッターのトレンド入りを果たしました。一部の週刊誌は、 トベが大手メジャーレーベルと組んでいると報じており、業界内外からはイムップの世界デビューが期待されていました。しかし、楽曲クルージンのデータを調べると意外な事実が浮かび上がります。そのデータにはトベミュージックという会社名が記載されていました。 これはトベの関連会社であることが明らかであり、大手レーベルとの組み合わせではなく、インディーズレーだったことが分かりました。トベミュージックの登記情報によれば、取締役は滝沢秀明氏のみが名を連ねています。そして、この会社はトベ本体とは別の所在地にあり、南青山に位置しています。 これはトベの設立と同じ時期に成立した会社であり、元ジャニーズメンバーたちの遺跡発表があったのはその数ヶ月後です。つまり、トベミュージックは元々からアーティストのために準備を進めていたことが伺えます。期待と落胆の間で揺れる業界。この事実によって、イムップの世界デビューは一層の注目を浴びることとなりました。 しかしながら、インディーズデビューであることに関しては、業界内外で異なる反応が見られます。一部の業界関係者は、インディーズからの配信であれば、どんなマイナーなアーティストでも、それを歌うことは可能、と指摘し、期待外れ感を漂わせています。イムップの今後の活動については、ヒラの仕を含む他のジャニーズ元メンバーたちも関わることが期待されます。しかし、 トベミュージックからのリリースかどうかに関しては、マスコミ関係者の間でも議論が交わされています。その結果次第では、ファンたちの楽胆感が広がるかもしれません。まとめ、ジャニーズ事務所を退社し、新たな道を歩み始めた滝沢秀明氏のプロデュースするイムップ。世界同時配信された新曲、クルージンは、一見すると、世界デビュー。 と騒がれましたが、実際にはインディーズデビューだったことが判明しました。これによって、ファンや業界関係者の期待と現実とのギャップが強和になり、今後のイムップの展開が一層注目を浴びることとなるでしょう。業界の動向に目を光らせながら、彼らの未来に期待していきましょう。それでは、読者の皆様、引き続き注目のニュースをお届けします。